はいどうもポンポンです。今日は西成にやってきました。久しぶりの西成なんですけれども、今日は難波屋和さんに行ってみたいと思います。それでは早速行ってきます。では到着しました。大衆立ち飲み酒場難波屋和さんです。それでは早速行ってみたいと思います。入り口から春を感じさせる素敵なお店です。店の雰囲気は立ち飲み形式になってます。壁にかかってるメニューがどれもめっちゃ美味しそうなんですよ。迷いすぎます。ドリンクメニューです。ビールだけでもたくさん種類があって、今日はちょっと見かけたことのないキリンハートランド小瓶にしました。このキャラクターが気になりますね。体がハーモニカや。ウイスキーから日本酒まで幅広くあります。食事メニューはおでんからお魚類、その他一品もたくさんあります。では今日はまずドリンクはこのキリンハートランドビールにしました。名前に惹かれてこれにしたんですけど、なんと30年以上の歴史があるそうです。注文したメニューはこちらです。キリンのハートランド380円です。そして和え物の3種盛りです。こちらも3種乗って380円です。こちらはネーミングに惹かれたガッチョの唐揚げです。お魚です。では初のハートランドに行ってきたいと思います。今日もご自宅で飲まれてる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。美味しいです。まず和え物3種盛りから紹介します。まずこちらがわけぎのぬた、そしてブロッコリーの白和え、きゅうりとクラゲと鶏の中華和えです。これだけ3つ乗って380円です。お隣さんが用意してくださいました。何でしょう。私もこんなスリムになりたいな。じゃあまずはわけぎのぬたからいきます。わけぎのぬた。いやー、当てに合いますよ、これは絶対。おいしい。ぬたなので、一瞬このからしの香りがふわっと入ってくるんですけど、その後に白味噌の深みのある味がめちゃくちゃ染みます。美味しい。これはイカかな。うん、こんだけわけぎのぬたについて喋ってますけど、さっき教えていただきました。ありがとうございます。さあ続いてブロッコリーの白和え、見た目おからみたいなんですけどね。いただきます。なんかブロッコリー以外にも食感のあるものが入ってますね。きゅうりかな。うん、これは優しい味付けでまた最高です。立ち飲み屋さんでなかなかないようなメニューがたくさんあって、本当にチョイスがおしゃれだなと思います。さあ3つ目いきます。きゅうりとクラゲと鶏の中華和えです。じゃあクラゲになってしまった。クラゲのコリコリ食感とキュウリのシャキシャキ食感のバランスが最高です。ちょっと鶏も入ってるので、ガッチョの唐揚げ580円です。わー、
うわ、人生初ガッチョいきます。うん、美味しい。なんか白魚なんですけど、うん、個人的にはキスみたいな味がします。うん、下味がつけられてるので、あのレモンかけなくても美味しいです。では2ガッチョ。一ガッチョ、二ガッチョ。何でしょう。一人で滑ってるんですけど、許してください。周りが真顔で聞いてるのちょっと大変よ。慣れてる。さっき調べたところによると、このガッチョにはカルシウムがめちゃくちゃ入ってるらしいですよ。レモンの隣にお塩もついているので、こちらももらいます。恋人ガッチョがいました。ついてますね。仲良しガッチョいただきます。あ、いた。うん、美味しい。最高のハートランドへ行ってきました。ごちそうさまでした。今日はお会計1340円でした。では本日はこちらの難波屋丸和さんに行ってまいりました。めちゃくちゃおしゃれな立ち飲み屋さんで、料理もおしゃれなメニューがすごく多かったので、選ぶ楽しさもありました。ごちそうさまでした。ぜひ皆様も西成へお越しの際はこちら難波屋丸和さんへ行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。